はい、こんにちは。この動画は数学らしくない実用数学、統計学の第8回目の授業です。今回のテーマは分散と標準偏差です。はい、標準偏差という言葉がついに出てきましたね。前回の授業の最後に、なんか平均偏差じゃダメじゃないか、なんか違う偏差を取ろうということで、なんとか偏差やろうって言ったんですけど、それはもちろん標準偏差のことです。で、標準偏差はちょくちょく名前出てましたね、今までの授業で。一番最初のイントロダクションでも偏差値の求め方の時に標準偏差って言って、あ、これは後で勉強するんだよみたいなことを、イントロで言いました。はい、ついに来ましたね。この、データの分析の分野では山場に当たる、内容になりますので、皆さん頑張っていきましょう。はい、で、今回はですね、黒板が1枚しかありませんので、皆さん楽勝ということで、結構短く終わるんじゃないかなと思ってますが、まず軽く前回の復習を。はい、前回平均偏差ってやりましたね。平均偏差って何だったかというと、散らばりを表す数値でした。で、どういうふうに散らばりを表すかっていうと、平均から各データがどれくらい離れてるかなっていうのをやったんですね。で、それやるときに差を取ればいいじゃないかって話になったんですけど、ただ単純に差を取るとマイナスの部分とプラスの部分で打ち消し合ってゼロになってしまう。これ当たり前だって言いましたね。だからマイナスを無理やりプラスに変えてやろうと。そのために絶対値というものを取りました。で、絶対値を取って、そのばらつきを平均取ったんですね。これを平均偏差 eta と言います。eta、eta かな、eta の方がいいかな。いろいろ eta とか eta とか eta とかいろいろ言いますけど、ギリシャ文字の eta ですね。で、これ、これは公式いたしましたが、度数分布表から求める場合は、こういうふうに、階級値と、階級値と思って、これを度数と思って、こういうふうに eta を書くことができる。はい、これが前回の復習ですね。平均偏差やりました。はい、で、今日は標準偏差をやりたいんですが、その前に分散というものをやります。分散、はい、今までなんか平均偏差とか、なんか、範囲とかやりましたよね。散らばりを表す数字で、ね、で、なんか範囲とか言ってもこれが散らばりを表す数字なのかとか、なんか疑問だったかもしれませんが、分散とかもろ、なんか散らばり具合を表しそうな雰囲気してますね。はい、これ分散っていうのは、その散らばり具合を表す数字です。はい、じゃあまず前回やったことのこれも復習になってしまうんですが、絶対値の内容について確認しましょう。絶対値、はい、絶対値 A っていうのは何かっていうと、 A がプラスの時、まあ、0を含めますが、プラスの時はそのまま出しなさい。で、 A がマイナスだったらマイナスに符号をかけてプラスにして出しなさい。つまりマイナスをプラスに、プラスをプラスにっていう作業ですね。そういう演算です、絶対値と。つまり平均偏差で取ったのは、データの値から平均を減ったもの、引いたものの絶対値でしか、で、絶対値を取りましたが、これどういう意味かというと、xi、各データの値が平均より大きいのであれば、そのまま出しなさいと。で、各データの値が平均より小さい場合は、符号を変えて、マイナス出てきてしまうので、その符号を変えてプラスにして出しなさいと。そういう意味でしたね。はい、こういうことです。で、この作業が、前回言ったんですが、なんか絶対値取るときってこう場合分けが絶対必要なんですよね。正の場合、負の場合って場合分けが必要になります。で、そういう場合分けの必要な作業って数学では好まないんですよね。だから一般的にバーンとこういうふうにやれば場合分けせずにできるんだみたいな方法を好みます。だから今日はその方法を探しに行こうかなと思います。はい、次こっちお願いします。上の方からいきますが、さっき言ったようにこの絶対値を取るという作業は、正の数を正の数に、負の数を負の数に、負の数を負の数にっていう作業でした。これが何で必要なのかというと、さっき言ったように、平均から各データのズレをそのまま出してしまうとゼロになってしまうんですね。負の部分と正の部分が打ち消し合ってしまうので、だから全部正にしてしまいたい。だから正の数は正のままで、負の数を負の数、負の数を正の数にするっていう作業を今から探していきたいと思うんですが、1回目ね、やったのはこれ絶対値を取るという作業でした。これがあれですね、平均偏差。これ絶対値を取るっていう作業をしたものが平均偏差でした。はい、で、次もう一個あるんですよね。はい、正の数を正の数に、負の数を負の数にする作業、演算が一つあります。皆さん知ってますよね。はい、何でしょうか。はい、これは二乗するという作業です。はい、皆さん知ってますよね。いかなる実数も二乗したら
正の数またはまあ0、0含みますが0以上の実数になるという性質があります。はい、ここではデータの分析っていうのはもちろん、複素数考えてません、虚数を考えてませんので実数だけでいいです。まあ、虚数、複素数って何なのかなってまだなってないと思うんですけど、それは数理の授業でやると思うので、興味ある人は見てみてください。で、2乗すればどんな数もこのふうにこういうふうに正の数が正の数で負の数を負の数にってすることができます。つまり今までこう平均偏差ではこういうふうに絶対値取ってたのを今度はこれの2乗すればいいと。で、こういうふうに、今まで絶対値を取るという作業が平均偏差だった。で、この2乗を取って平均を取るという作業をこの今回の内容の分散と言います。はい、分散。分散というのは2乗を取ったものの平均を取ろうということですね。はい、じゃあちょっと実際例で見てみましょうか。はい、ここはノート取らなくていいですよ。はい、はい、いつものようにデータの、テストの点数で見てみましょう。はい、バラバラですね。55点、60点、40点、67点であります。はい。じゃあ、まずどっちにしろ平均入れますよね、平均。だから平均も出ましょう。はい。皆さんもう慣れてきたかな？もう3回目ぐらいだと思いますが、仮平均でやりましょうか。はい。仮平均を置きます。じゃあ、まあテストの点数っていつも60で出ましたね。60ぐらいじゃないかな、みたいな。仮平均60でやってみましょう。はい。じゃあ60からどんくらいずれてるかなっていうのを今からここに書いていきますが、仮平均60だとしたら、55は、マイナス5ですよね。とかいうふうに。これ別に特に、別に気にしなくていい。どうでもいいんですけど、この数字は。はい。こういうふうに取ります。で、この仮平均からどのくらい離れてるかっていうのが、これが、仮偏差っていうものですね。で、仮偏差をバーッと計算すると、打ち消しあったり、とかやったら、これは16になります。はい。16になります。はい。で、仮偏差の合計が16だというのが分かったら、仮平均どういうふうに求まるか、平均どういうふうに求まるかっていうと、A ですね。A を入れます、まず。仮平均に仮偏差の和を8で割った平均を足すと、ここ2になるので、平均は62点でしたと。こういうふうに一瞬ですね、簡単に仮平均が求まりました。じゃあ今度分散勢いで求めちゃいましょう。はい、いきますね。で、分散というのはこのさっき言ったように差の2乗を平均取ればいいですね。つまりここちょっと端折ってますが、点点点でこう差を取って2乗、差を取って2乗、差を取って2乗で、これ全部8本なんですが、その平均だからもちろん8乗というのが分散です。平均偏差のところの絶対値を2乗に変えただけ。ね、前回の内容が分かっていれば、こんな感じですね。で、これするときに、平均との差を求めているので、例えばこう62なので、こう差をこう書いてくるわけですね。62から、ここだったら、例えば、50だったらマイナス7になって、プラス3で、マイナス15でみたいな。この62から、マイナス7、プラス3、マイナス15、プラス5とかいうふうにやっていきます。で、それを、こう、来てるので、ここ2乗するんですね。だここマイナス7の2乗で49。で、7の2乗で49。で、プラス3の2乗で、この9。っていうふうになります。で、バーッと8個計算していくと、ここでも2乗の数が出てきて、バーッと出すと、704になります。はい。で、704も8であるんですね。8で割ったら、で、8で割ったら、いますが、はい。割り切れました、見事に。88です。はい。ここ、割り切れましたね。普段、絶対割り切れないですよ、こんなの。この割り切れる数を探すのに僕はかなり苦労しました。はい。皆さんもご協力を得て、はい。頑張りましたか？ 88。で、これはたまたま割り切っただけです。はい。で、こういうふうに、分散が88だっていうふうに、ばらつき具合、散らばり具合を数字で表すことができました。はい。じゃあ、分散の式を求めておきましょう。はい、こちら。はい。黄色なので、ノート取ってくださいね。はい。分散を書く上で必要なデータを今から、数を書いておきますが、まずデータの総数、いつもやってますが、ラージ N でいただきます。ラージ N でデータの総数。データの全部は何個あるかなってことですね。はい、で、XI、これ相違値をつけて各データの値を表します。X1、X2、X3 というね、X ラージ N までいきますね。データの個数、総数は M、ラージ N なので。で、平均値、X バーで書きます。いつも通り。で、
分散ですが、はい、こんな記号を使います。はい、また変なの出てきましたね。これ覚えてますか？前、イントロダクションで見ましたが、これはシグマです。ここでもシグマがいます。早押し。これ大文字、小文字。これギリシャ文字の S に当たる数字で、シグマって言うんですけど、これちょっと僕も書くのが苦手で、ちょっとあんまうまく書けないんですけど、書き順にも言っておくとですね、これ6で見えますよね。なので、6ってこう書くんですけど、分散のシグマはこっちからこういってこうみたいな、うん、わかるかなって感じで、これはギリシャ文字の、シグマです。覚えていきましょう。で、大文字がこっちのラージのシグマで、小文字のシグマを分散に使います。で、なんかたまにこう教科書によっては S で書いたりとかしますね。これはギリシャ文字の S なので、分散を S に乗って書くこともあります。で、疑問で思いますよね、皆さん。なぜ2乗ついてるんだみたいな、思いません？はい、ね、分散っていう数字なのに何かの2乗で定義されてるって、なんか不思議な感じしますね。はい、これは後につながる話なので取っておきたいと思いますが、分散っていうのはシグマ2乗で取ります、表します。はい、で、シグマ2乗分散はどういうふうに表されるかというと、まずデータの総数で割るっていうのはまあ平均取るのでいいですが、簡単ですね。平均偏差の式はこう縦棒だったのは丸くなって2乗ついたわけです、単純に。はい、データの各データの値から平均を引いたばらつき具合を2乗して和を取ってデータの素数で割る平均取ることからですね。これだけです。これが公式。はい、はい、で、それぞれ度数分布バージョンと、仮平均バージョンっていうのを今までやってたので、それを書いておきましょう。こちらです。で、度数分布表バージョンって何かというと、問題でデータの個数をそれデータの値が全てこいつに与えられてるんじゃなくて、もうすでに度数分布表でまとめられちゃってる場合に、そこからどうしようかっていう場合に使うこの分散の式を求めたいんですが、その時はその階級がそれぞれあってね、度数分布表とかの階級があって、それぞれに階級値っていうのが定まってね、中央値を取ることが多いけど、それが定まってます。で、それを XI として、で、その各階級ごとの度数を FI で、階級の数を small n ときます。階級の数っていうのは言いましたね、何個に区切るかってことですね。大体8個ぐらいはいいよっていつも言ってますが、この8個とかいう数字をスモール n で書きます。で、そうすると分散シグマ2乗はどう書けるかというと、 L 分の1データの素数が割るのが当たり前ですね。で、の、シグマ i が1から n までの xi 引く x バー2乗に度数を書くものですね。こう書きます。で、あの前の式とちょっと違うなっていうのは、この度数がかかってるのと、あとここのラージ n じゃなくてここが n になってるぐらいですね。そこはちょっと変わってます。で、ここで、あの、もちろんですが、いつも言ってますが、n っていうのは、シグマ i が1から n までの fi ですかね。度数の値をね、バーって集計したら、それはデータの個数、総数になりますね。はい、ただそれだけの話です。なので、この式は、この n、ここにシグマをここに代入したような公式で書き換えることもできます。はい、めんどくさいのでラージ n 使っちゃいましたが、はい。じゃあ次、仮平均のバージョンにも行きます。はい、仮平均バージョンですが、さっきも仮平均も計算しましたね。で、さっきは A だけ使いましたが、今回 C を使うバージョンも考えてみましょう。で、C 何だったかというと、階級の幅でしたね。例えばテストの点で10点ごとに区切るんだったら、C は10とかいうふうな感じですね。で、A を仮平均、C を階級の幅と置いたら、新しい変数、XI との UI というふうにこう置き換えます。UI イコール C 分の XI-A というふうに置き換えましたね。はい、やりました。これ仮平均。こういうふうに置くと、分散、シグマの2乗っていうのは、こんなふうに書きます。はい。どこが違うかというと、さっきの度数分布表バージョンから、XI が UI になって、X バーが U バーになった。それだけかと思いきや、C で割ってるんですよね。で、その C で割ってるのを2乗してるので、C の2乗を書けとこうと。これ要注意。C の2乗を前に出して書けときましょう。ね。なんでかっていうと、U っていうのは C で割ってますよね。C で割ってるのを2乗してるので、C の2乗で割ってるような雰囲気になってるので、そこに C をかけて元に戻しちゃおう的な感じですね。はい。で、ここで U バーっていうのが出てきましたね。U バーっていうのはもちろん U の平均です。はい。で、U バーっていうのは UIFI を全部足して、それを N で割ったってだけですね。これ多分平均の書き方です。これ実際の例題とかやればよくわかると思います。表書いてありますのでね。はい。はい。ここまでで分散の話は終わりです。はい。今日は黒板1枚だけって言いましたね。で、黒板1枚だけでもうね、右の一番上まで来ちゃって、まだ分散の話しかない。
やばいんじゃないかと思うかもしれませんが、今から標準偏差の話します。標準偏差一瞬乗る感じですか。で、今まで、分散考えたんですが、じゃあデータの散らばりを表す方で分散を使えばいいじゃないかと思いますよね。なんか散らばり具合を、絶対値っていうのは場合数で正の場合、負の場合って分けて考えないといけなくて面倒さかった。でも今度は2乗っていうただ単純に計算でバーンとできるから、あのすごい楽になったと。これどういう具合に楽かって言ったら、コンピューターに合わせるときなんかですね、特に楽になるんですよ。例えばパソコンで計算するときなんかは、まず正ですか負ですかって聞いて、正ならば、そのまま、負ならば絶対、符号を変えろみたいな、面倒くさいですけど、パソコンに2乗しろ一瞬で終わるんですね。これも一緒で、こういうふうに、楽に計算する方法として分散っていうのを使いました。でもちょっと考えてほしいことがあります、はい、まず2乗してもらったのかと。勝手になんか2乗しちゃいましたけど、負の数を正にしたいがために勝手に2乗しちゃいましたが、2乗して勝手に良かったのかっていうことを考えてほしいですね。例えば、身長の話したことを考えましょう。で、身長の単位っていうのを考えてほしいですね。単位にちょっと注目してほしい。はい、単位ですね。身長の単位はセンチメートルで当たりますね。センチメートル、170センチ、160センチ、センチメートルで当たります。で、その身長の差の2乗を取ったんですよね。身長の差って、それはセンチメートルですよね。170センチ、160センチメートルの差は10センチっていうふうに、単位もセンチですよね。その差を2乗したんですよ。センチメートルを2乗しちゃいました。ただどうなるかというと、センチメートル2乗ですよね。これどっか見たことありますね、これ皆さん。これ面積を表す単位じゃなかったかなと。面積の単位ですよね、これ。だから、分散って何なのかって言ったら、面積なんですよ。身長の話したのに、勝手に面積の話になってる。これまずいんじゃないかなって思いません？はい。例えば点数だったら、何点何点っていう2乗しましたよね。点の2乗っていう単位何なのか。ちょっとよくわかりません。点の2乗っていう単位って一体存在するのか。いう疑問に思いませんかね。はい。これが2乗してよかったのかっていう疑問の原点になります。で、単位が2乗されてしまって、身長だったら、センチメートルっていう、長さが面積に変わってしまったのが、よくないので、単位を元に戻したいんですね。面積だったのを長さに戻したい。どうすればいいか。単位を元に戻すには、2乗だったものを元に戻すんですね。はい。その作業どういうものですか？ルート取る。ルート取るってことです。ルート取れば、こうですね。A の2乗は、A になります。これは A が正の時ですが、A の2乗っていうのは、A になります。こういうふうに、2乗だったものをルート取るという作業をすれば、元の数字に戻すことができます。はい、なので、分散の単位を元に戻す。つまり、ルートを取ったものを、標準偏差と呼ぶことにしましょう。ね、いかにも標準とかついちゃって、なんかね、メジャーな感じ、雰囲気出してますが。で、ここでさっきの種明かしですね。さっき分散をわざわざシグマ2乗で定義してましたが、なぜか、それはなぜかというと、標準偏差にちょっと空気を合わせたんですね。標準偏差の方をシグマと置くと。標準偏差をシグマと置いたがために、分散がシグマ2乗となってしまったという、そういう話です。なので、標準偏差は、さっき言ったシグマで表してもらいます。で、シグマイコール、簡単です。全体をルート取っただけです。もちろん、ラジ N分の1のシグマ i から1から n までのデータの値引く平均の2乗っていうのをルート取って2乗を消してあげようと。っていうだけです。はい。これ、皆さんこのルートの位置間違えないでくださいね。ここにルート書いてると、ここにルート書いてるのも本末転倒ですよね。2乗してルート取ってその元に戻るだけですからね。はい、意味ないです。なので、ルートはでっかく取ったのにつけましょう。これが標準偏差の式です。はい、簡単でした。で、さっきみたいに分散は度数分布表バージョンと仮平均バージョンがあったので、それも書いておきますが、度数分布表バージョンはシグマイコール、さっき一緒です。さっきにルートかぶせただけ、L分の1の、シグマ i から1からスモール n までの xi マイナス、x バーに乗して、そこに度数をかけたものにルートをバッと取ります。はい、簡単。で、ここで使ってる記号ですが、さっき言ったの、さっき分散の時に、定義した記号、全く同じです。で、ここ階級値で、これ度数だし、これは階級の個数ですね。で、これは仮平均を使ったら、こういうふうに書きますね。さっき C の2乗が前に出たの皆さん覚えてますか？分散、仮平均の分散の時。で、その2乗から取れますし、これなんでかっていうと、階級の幅って絶対、階級の幅がマイナス2なんてありえないですよね。だから C は0以上なので、このまま C 出てきます。
ます。で、残りの部分はルートカウスでやろうと。ね。だから n 分の1のシグマ i から1から n までの ui マイナス u バーの2乗して fi をかけたものにルート取ります。で、これが上げていくバージョンでした。はい。ここまでで標準偏差内容です。で、標準偏差楽勝でしたね。分散のルート取ればいいって、それだけの話です。で、今日は普段だったら今から例題やろうぜってなりますよね。でも今日例題ありません。これなぜかというと、まあ、黒板の都合上ではなくて、実はこれ標準偏差とか分散の計算って実際やろうと思うと超面倒くさいんですよ。今日なんか、途中で例やりましたよね、テストの点数。あ、ちょっとよかった。テストの点数の分散やってたんで、標準偏差も取りましょう。はい。さっきテストの点数は分散が88でした。なので、これが、シグマは、まあいいや、シグマの2乗は88でした。ということは、シグマは、ルートをかぶせて、こんな感じです。標準偏差は、シグマをかぶせただけで、2ルート22っていうふうに、標準偏差は求まります。まあ、ルート残してもあんま気持ちよくないので、本当は小数で書いてほしいところですけどね。はい。すいません。で、もういいや。で、こういうふうに標準偏差を今まで、今日は式で書いたんですが、実際の計算をしないとやっぱり身につけることができないので、実際の例題を出したいと思うんですけども、こういうふうに、ただ発行のデータですら、こんな計算をしないといけない。しかも2乗まで入ってきた。超面倒くさそうですね。なので、この今日使った公式っていうのは実際使われることはほとんどありません。っていうことは、なんか他の式が存在するんですよね。はい。で、その式を来週やりたいんですね。その式は、計算をとても楽にする、標準偏差の簡易公式っていうのを、一緒に導いていきたいと思います。で、その公式を使うと、この分散や標準偏差の計算がとても楽になります。で、その公式を知ってからみんなで例題をやってみたいと思うので、今日はここまでにしておきたいと思います。じゃあ、来週は、この続きということで簡易公式をやるので、今回の内容をしっかり覚えておいてください。じゃあ、これで終わります。お疲れ様でした。